はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像はコロナウイルス絡みですね。まあ、後ろにタイトル見えてると思うんですけども、新型コロナ患者の5人に1人が回復後に精神疾患と診断されるという話でございまして、まあコロナウイルスに罹患すると、その合併症というか、例えばその1型糖尿病を併発するリスクが高確率で生じるとかね、そういう話もあったりするわけですよ。で、実は精神疾患に関しても、あるいは発達障害に、分類されるような症状っていうのも結構出る、あるいはもともと持っている、確かそうだったかな、後で確認しますけども、もともとその特性を持っている人間は精神疾患を発症する確率が高くなるみたいな話が確か、ちょっと後で確認しましょう、出てたと思います。いずれにせよ関係が深いということで、学生の皆さんからしてみれば、死に至るっていうことは、ないと思うんですよ。大体確率としては1/1000。日本の場合では罹患する危険っていうのは大体母集団のうち 1% で、そのうちさらに 10%、 つまり1/1000の確率で死に至ってしまう。で、ほとんどは高齢者なので、若い世代の皆さんはあまり気にしなくていいかもしれませんが、糖尿病とかね、こういう精神疾患まで併発してしまうってことになると話は別じゃないですか。しかも多くの場合一生悩まされることになるので、本当に気をつけてほしいなというところでちょっとお伝えしてみたいと思います。思いました。で、記事はですね、 MIT テクノロジーレビューです。僕がワイヤードと並んでオンラインジャーナルでは信頼している筋のソースの一つであって、記事のソースがですね、ちゃんとしています。なのでご紹介したいと思いましたね。訳した記事になります。ほとんどそうなんですけどね、 MIT テクノロジーレビューは。 1 in 5 COVID-19 patients are diagnosed with a mental illness within 90 days って書いてありますね。90日以内に発症するっていうことです、この精神疾患を。で、シャルロット G という方が11月13日付でこの記事をね、書いてくださってですね。で、オックスフォード大学と、ちなみにですね、自己紹介に関しては概要欄貼ってますので、そちらをどうぞご覧ください。鈴木と申します、よろしくお願いします。じゃあちょっと読んでみましょう。オックスフォード大学と A 国立衛生研究所の研究により、新型コロナウイルス感染者が回復後メンタルヘルス問題に見舞われる可能性が高いことが分かったと。不安障害、不眠症および認知症が最も多く見られましたとありますね。新型コロナウイルス、SARS、COVID-2 って書いてありますね。感染者が回復後にメンタルヘルスの問題に見舞われる、これ COVID-19 と違うから、ちょっと分からないですけど、メンタルヘルスの問題に見舞われる事例報告がここ数ヶ月増加していると。最近になってこの事例報告を裏付ける数字が発表されたと、医学誌ランセット医学、The Lancet Psychiatry ですね、に発表された新しい研究によると、新型コロナウイルスの感染者のほぼ5人に1人、2割ですね、検査で陽性が確認されてから3ヶ月以内、さっき within 90 days ってありますよね、精神疾患とメンタルイルナスとダイアグノーズされることがされていることが分かったと。オックスフォード大学と NIHR、 A 国立衛生研究所、オックスフォード生物医学研究センターの研究者は、2020年1月20日から4月1日に新型コロナウイルスへの感染が確認され、入院の必要がなかった62,354人を含む7000万人の米国人患者の電子健康記録 EHR を収集したと。研究チームは新型コロナウイルス感染者の 18% が14日後から90日後にメンタルヘルスに問題があるという診断を受けていることを発見しましたと。研究チームは新型コロナウイルス感染者と他の疾患患者との違いを確認するために、同時期の他の6つの疾患、インフルエンザや骨折などの患者のデータと比較したと。その結果、メンタルヘルスに問題があると初めて診断される可能性は、新型コロナウイルス感染者が他の疾患患者の2倍であるということが分かったと。不安障害、不眠症、および認知症が、これ怖いですね、不安障害、不眠症も怖いですけど、認知症も起きてしまうってことなんですね。で、さらにもともと精神疾患があった人、僕は確認しようっていう話をしたところですね。
具体的に ADHD、双極性障害、バイポラディソーダ、あるいはその躁うつ病ですね、であるいは躁うつ病、うつの方によっている、また統合失調症を患っている人、まあ、これは僕はたびたび言及していますが、母集団 1% が先進国にはいると言われています。を患っている人は新型コロナウイルス感染症の診断を受ける可能性が 65% 高かったと。まあその強い相関はありそうだっていうのは分かりますよね。でかつというか、まずこの場合ここに言及されているものに関しては、その先に障害があるわけですね。発達障害とか精神疾患があると。まあどうやら ADHD も遺伝子疾患っていう意味では、あ、先天その病気、やっぱり 病気なんだってことは最近僕自身は認識したんですけど、今までねその病気じゃないんだってこと言われてたわけですけど、遺伝子疾患だってことは分かったらしいと。で、そうした患者さんは COVID-19 の診断を受ける可能性が 65% 高かったということで、これ感染リスクが高いっていうふうに認識していいのかな。まあ誤った解釈をしないためにも、これ字面通りで受け止めておきましょう。まあ、相関があるってことは言えますね。でパンデミックが大きなメンタルヘルス問題を引き起こすことは何ヶ月も前から警告されてきたと。キングスカレッジロンドン精神医学心理学神経科学研究所、まあキングスカレッジロンドンは、キングスカレッジは名門ですね。IOPPN の心理学及びシステム科学部の副学部長であるティル・アイクス教授は、過去のパンデミックでも回復後に精神疾患の発症が多く見られることは知られています。ああなるほど、そうなんですね。でこの研究はこの新型コロナウイルス感染症でも同じパターンが見られることを示すもので、予想外の発見ではありません。ああなるほど、そういうこと、そうなんですね。これは僕はちょっと意外ですけどね。で、まあこれも非常に痛ましいことなんですけども、日本ではこのコロナウイルスによるショックが起きてから自殺者数が増加しています。でおそらくはその社会不安的なものもあるかもしれませんが、このここにあるような、まあ、何らかの原因で精神疾患を併発するなり、もともと抱えていた人がさらにウイルスにかかることで、死亡リスクが増、その自殺を含む死亡リスクが増加してしまう、加速してしまうということが起きているのかなということは推測されますよね。でワイクス教授は同研究に関与していないと。まあ、その研究自体には関与していないけど、一般的にそう経験的事実として知られているということです。でいずれにせよ数ヶ月後から数年後に社会全体でメンタルヘルス問題が増加する状況に備える必要があります。まあ現時点でもちょっとおかしく なっているっていうのは、こんだけね長い間その、まあ、僕はね慣れてますからね、まあ元々引きこもりずっと、まあ、学習指導もビデオ通話でやってましたから20年ぐらいね、全然問題ないんですけど、コントロールの仕方も知ってるわけなんですけども、学生の皆さんも社会人の皆さんもこれだけねその学校に行けないとか会社に行けないっていう状況に追い込まれたのは多分人生初の方がほとんどだと思うんですよ。なので、まあ、心身の健康管理、まあ、心の健康管理ってことはその体の健康管理もね十分気をつけてくださいねことを僕はかなり強調してるわけなんですけれども、この半年これは明らかに氷山の一角です。人々がメンタルヘルスサポートを利用できるように多様な形態のサポートを可能な限り増やす必要がありますとワイクス教授は訴えていますということで、まあ、記事は短くまとめられています。コンパクトに、まあ、この通りなんですけど、ちなみにですねこれ英語版もありますというか、もともと英語版の記事があるんですね。まあ、ちょっとそっちも勉強のがてら読んでみるっていうのもいいかもしれないですね。はい、まあ、ちょっとしたニュアンスの違いとか気づきがあるかもしれない。 1 in 5 COVID-19 patients are diagnosed with a mental illness within 3 months ですAnxiety disorders, insomnia. Anxiety disorders. Anxiety 不安ですね。不安障害。Insomnia. これは不眠症ですね。あと Dementia. これは認知症ですね。健忘症ってやつです。Was the most common diagnosis. ってありますね。まあ読み切ってしまいましょう。全部ね。ちょっと見えるように文字を大きくしましょう。昨日も英文をたまたまですけど読みましたが、まあこれを習慣にしてもいいかもしれないですね。The news there have been increasing number of anecdotal reports of a link between surviving COVID-19 and developing mental health problems in recent months. Anecdotal. 何だったっけ？ちょっと僕もなんとなく感覚で覚えてますけど、確認しましょう。Anecdotal. はい。
逸話に富んだという、ね、意味があるんだそうです。はい、意味だそうです。逸話に富んだレポートがあります。Link between surviving COVID-19 and developing mental health problems in recent months。まあ、簡単な部分は訳さないでしょうし、明らかに分かりにくいところだね。Now we have some numbers to back those reports up. A new study published in Lancet Psychiatry, さっきもありましたね、has found that almost 1 in 5 people who have had COVID-19 gone on to be diagnosed with a mental illness within 3 months of testing positive. Testing positive はこれ陽性反応があったということですね。The hard calculations were made. The researchers from Oxford University and NIHR Oxford Health Biomedical Research Center gathered the electronic health records of 70 million patients in the US, including 62,354 who had been diagnosed with COVID-19 from January 20 to April 1st. 2020, but did not need to be hospitalized. They found that 80% of patients were diagnosed with a mental health issue in the 14 to 90 days after COVID-19 diagnosis. なので、これはその、なんだろうな、まあもちろんその、遺伝子レベルで疾患を引き起こしてしまうっていう面もあると思うんですけど、ちょうどというか、まあ、その例えとして表現として適切かわからないですけども、戦地に赴いた兵士がですね、帰ってきたと PTSD、心的外傷ストレス障害に苛まれてしまうケースがあったりするわけですけども、それに似たようなものは若干感じますよね。で、あの潜伏期間含めて大体2週間でそのウイルスに感染した方はその感知するっていうことを考えると、その直後からこのリスクに苛まれるっていう状況ですから、まあ、で 3ヶ月を超えるとその逆に精神疾患に、襲われる見舞われるリスクっていうのは下がるなくなるっていうことだと思うんですけど、ね、To see how COVID-19 patients compared to those suffering with other issues, the team compared that with six other conditions including flu and fractures. Fracture わかりません、忘れてしまいました。フラクチャー、骨折、ああなるほど、傷口割れ目とかそういうんです。Including flu and fractures over the same time period 書いてありますね。骨折ではないと思うんだけど、ね、傷口とかそういうの。They found that the likelihood、これはあり得ること、最もらしさとか、ね、そういう訳し方したりします。Likelihood of COVID-19 patient being diagnosed withA mental health issue for the first time was twice that those who with other conditions. Anxiety disorders, insomnia, and dementia were the most common diagnosis. これは表題にあった通りですね、ここはね。The additional people with pre-existing mental health conditions, specifically attention deficit hyperactivity disorder. これは ADHD ですね。Bipolar disorder. これは双極性障害。Depression, うつ病。Schizophrenia.これは統合失調症ですね。65% were more likely to be diagnosed with COVID-19. The implications, これが意味することは、これもよく使う言葉ですね。Implications. We have been warned of oncoming tsunami of mental health problems. 津波はもう日本語ですが、もう定着してるわけですね。英語圏でね。まあ、そのままですよ。Problems due to the pandemic for months now. We know from previous pandemics that mental health difficulties usually follow the in survivors, and the study shows the same pattern after COVID-19. So it is not unexpected. さっきもこれ予期されていない事態ではなかったってことを言ってるわけですね。ティル・ワイクス教授が言ってましたよね。The Vice Dean for Psychology and System Sciences at King's College London Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, who was not involved in this research. Either way, we ought to prepare for more mental health problems across the society in the coming months and years. This is clearly the tip of an iceberg. 氷山の一角です。まあ、これも表現として覚えておくと便利ですよね。Iceberg.で、まあ、打足ですけど、アイスバーグってですね、野菜の緑になってない部分あるじゃないですか。あれって栄養価が低くてですね、どの野菜がっていうことじゃなくて、そのことをアイスバーグと言ったりします。まあ、あんまりよく質の低い野菜の部位ってことを言ったりします、ね。
まあ覚えておくといいですよ。 We need to develop as many different access forms of mental health support as possible, says Wikes というふうになってます、ね。まあ、英語版これ MIT テクノロジーレビューの場合は有料の記事もあったりするんですけど、英語版はしっかり中まで読めるっていうことが多いので、英語に抵抗感がない子は、学生の皆さんはですね、あれみんなご覧になって皆さんは英語版で見ることをお勧めしますね。というわけで、まあ、こんな記事でした。まあ、いずれにせよこの認知症、スキゾフィリアが怖いですよね。不眠症、不安障害は、まあ、そりゃそうだろうなというのは容易に想像されるわけなんですけど、まあ、もちろんね、その1型糖尿病っていうのもありますし、こんなまさかね、驚異的なウイルスだったとはっていうことは皆さん驚かれていると思いますし、まあ、僕も驚きを隠せないわけですけど、まあ、気をつけておけたいものですよねっていうところでお伝えしたと思いました。じゃあ最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方お願いできれば幸いです。では今回はこの辺で、バイバイ。